さあ、ふーちゃん、はい、今日は俺、ふーちゃんの持ち込み企画と聞いてますけれども、はい、何ですか？私、めちゃくちゃボーリングが下手なんですけど、はいはい、ちょっと上手くなりたいんですよ。なるほど、なるほど。今日はここで、はい、ボーリング企画をやります。ボーリング企画、ボーリング場だもんね、完全に、はい、来たね。そうだ、今日はね、ふーちゃんのためになんとプロボーラーの方に来ていただきました。この方です、どうぞ。出ました、プロボーラーの佐藤プロです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ふーちゃん、どう？これ上手くなる気しかしないんですけど。だってプロに教えてもらえるんだよ。そんなことなかなかないから。任せてください。ふーちゃんの最高スコアはどのくらいですか？48。はい、佐藤プロ、48だったら、100ぐらいには持っていけたらなと思います。え、今日100いけると思う？いけます。マジで？はい、やばいっすね。やばいね。ふーちゃんにちょっとじゃあ一回普通にやってもらいましょうか。はい、じゃあ行きましょうか。はい、悪くないじゃん。結構上手ですね。思ってたよりは。マジか。なんか疲れてます。まさか。まさか。まだ1ゲームも終わってないですからね。今一応ふーちゃんが1ゲーム投げ終わりまして、はい、なんとですね、まさかのふーちゃん史上最高の64点という数字を叩き出しました。どうですか？素晴らしいですね。あ、素晴らしい。やっぱり女性だと、はい、ボーリングのボール結構重いので、はいはいはい、もっともっとこうガタするんじゃないかなと思ったんですけど、はいはい、特に最初の方良かったですよね。64点ってすごいなんかリアルな数字ですよね。女性だったら、まあ、これが平均ぐらいですかね。平均ぐらい。平均ぐらいかもしれない。だってふーちゃん、やったー、や、平均になってた。じゃあここからちょっとこのふーちゃんを100まで、100点まで持っていくと、はい、これからボーリング大会に行っても辛い思いしたんで済みますよ、ね、今日お話しするのは誰でもすぐできる、大きく分けてじゃあ3つですね。3ポイント3ポイント、はい。ボールの選び方。あ、なるほど。ボールの選び方からして違うと。もう全然違います。全然違う。ここがもう本当に肝ですね。重さでついつい見ちゃう。なるべく軽いボール使おうかなとか、ピンをいっぱい倒すために重いボール使っちゃおうかなみたいな、はい、考えて選ぶことは結構多いと思うんですけど、一番実は見てほしいのは、はい、この親指の大きさなんです、はいはい、あ、この穴の大きさ、はい、はい、ぶっかぶかです。ぶっかぶか。これはやっぱダメ。これはもうダメです。これはすっごい疲れます。あ、これでだ。疲れるし、力で投げようとしてしまうので、そうするとコントロールもバラバラになっちゃう。まあ、どうぞ。先っぽしか入れないとか、はい、入れてももう全然こう回らないとかいうときつすぎます。重さ関係ないんですもんね。重さはもう全然関係ないです。じゃあこれにしましょう。しましょうか。はい、指で。あ、確かにさっきブカブカだったもんね。穴の隙間はほぼないっていう感じですね。でも回ると、うん。2つ目は投げ方になります。ほいほいほい。ボーリングって一番大事なのは自分の力でスイングしないってのが一番大事なんです。おー。なるべくこのボールの重さを利用したスイングが重要になってきます。
この振り子です。振り子をイメージしてます。はいはいはい。肩を軸にして、はい、その振り子です。基本的にこれ力いらない。構えたボールを前に下ろして、はい、自然とまた後ろまで上がりますよね。はいはい。それを離すだけ。あー、なるほど。後ろから下がって、降りてきたボールを一番下で離すだけ。へえ。と、3つ目のポイントは狙い方になります。狙い方、はい、皆さんボーリングするときって真ん中を狙いますよね。まあまあそうです。ピンって実はすごい重いんですよ。ほうほう。なのでこの軽いボールだとどうしてもピンに当たったときに弾かれて後ろのピンが倒せない。それを少しでもいっぱい倒すために斜めからこう角度をつけて奥のピンも倒してあげようっていうことなんですけど、じゃあ右利きの場合だとここから真ん中から真ん中を狙うんじゃなくってここですね、はいはい、一番左に立って斜めに。あ、結構左に立つんですね。そうですね。え、もうこのガーターのあたりに立つってことですか。そうです。で、ボールがボールがここ一番端を通るようなイメージなので、体はもうガターですよね。ガターのところに立つようなこのイメージ。どこをめがけて投げてました。ピンです。そうですよね。はい、それがコントロールがブレる原因の一つなんです。え、ピン見ちゃダメなんですか、もしかして。ピン見ちゃいけないんです。あら、ピンを見てしまうと手元が全くわからないので、それもコントロールがブレる原因になります。なのでピンを狙うんではなくて、ピンじゃなくてこの黒の矢印。ここ矢印ありますね、確かに、はい、これは狙い目をつけるためのものなので、ぜひこれを使ってください。あ、もしかしてそのためにこれあるんですか。そうなんです。斜めに投げるので言うと、はい、どこ狙えばいい。この一番左と左から2番目の間を狙ってあげると、ちょうど真ん中のピンに。なるほど、はい、本当かな。本当です。わあ、すごい。これちなみに今3つのポイントだけってことですね、今の。そうです、もう完全にそれだけですね。ボールの選び方、はい、あとはこの振り子、はい、そして狙い方なんで斜めから投げる、この3つで今の一投が完成します。このうちのふーちゃんに伝授していただけるということですか。はい、まあ、いきなり1ゲーム投げても今聞いただけなんで、はい、まあ、ちょっと練習してもらって。なるほど。で、改めて1ゲーム2、30分でいいんじゃないですかね。2、30分でいける。わ、はい、かりました、はい、じゃあお願いします。はい、お願いします。ちょっとね、もうこれガチの練習モード入っちゃったんで、ちょっとね、だいぶ暇ですね、僕。お、ちょっと楽しそうなコーナーがありますね。ちょっと行きますか。せっかくなんで暇だからこれでもやろうかな。いいっすね、ピカチュウ。あ、ピカチュウ撮りたいな。さあ、どうだ。いやー、お、あ、残念、次は頑張ってね。めちゃくちゃ惜しかったね、今。え、マジか。どうしようかな。準備 OK。 お、お、マジか。え、いけた。頑張ってね。これいけた。楽しい、これ。さあ、どうでしょう、20分ぐらい経ちましたけどね。お、これは本番でやりたいですね。あれ、ちょうど今20分ぐらい経ちましたけど、はい、どうですか。いい感じですよ。いい感じ、はい、え、仕上がってきてる。いい感じですか。そう思います。え、あとどのくらいできそうですか。
もう投げすぎても、はい、あの普段ボーリングしない人は疲れちゃうと思うので、はい、もうちょっとだけ挑戦して、もうちょい行きます、はい、もう5分ぐらい挑戦してます。ちなみにですね、はい、僕ちょっと暇すぎて、はい、ヒモキャッチでこれ撮ってきましたピカチュウ撮れました。初めて見ました、やってる人あ、そうですか、応援してるんでピカチュウもね佐藤プロ、はい、でも本当ちょうどね20分ぐらいです、練習時間としては。え、いけます？いけると思うんですけどね。え、はい、マジで20分ですよ。はい、自信は？自信はあります。ありますか？100点をじゃあ目指していけますかね、はい、体力的にも多分取り直しができないと思うんで、ですよね、一発勝負で、一発勝負でいきましょう。はい、おお、え、いきなり9本いきましたね。いいんじゃないですか。さあどんどんいきましょう、いきましょう。あ、危ない危ない危ない。さっきの練習の時に、はい、ふーちゃんさんに教えたんですけど、はい、右端だったり左端の方に残ったピンは、はい、対角線に狙うとスペアの確率が上がります。あ、なるほど、はい、なるほど、お願いします。ちょっと狙いすぎましたかね、今のは。はい、7フレーム目が終わって54点、自己ベストを超えれるかどうかというところですね。もううなだれてますね。まあ、イメージはあれで悪くないと。悪くない。いい球投げてましたね、今のは。ちょっと嬉しいですね。いや、一番嬉しいですね。めっちゃ嬉しそうですね。めちゃくちゃ嬉しそう。もう泣きそうです。さあ、9フレーム目いきましょう。はい。ただ、これ、8フレーム目がスペアなので、はい、次の9フレーム目の1投目が点数2倍になります。ほら。なので、ここでガタしちゃうと意味がないので、あ、この1投がめちゃくちゃ重いです。重要よ、ふーちゃん、これ。まあ、ボーリングの醍醐味なんでしょうけど。そうなんです。やっと醍醐味が出てきました。醍醐味ですよね。お願いします。おお、おお、来た。来た。ということは、点数は倍になって、なんと73点。すでに自己ベスト更新、8フレーム目にして更新です。ガタいっちゃうんじゃないかなって思ってましたけど、ちょっとね、緊張感上がりましたから、はい、いや、見事。あ、そんな甘くないですね。甘くないですよね。そりゃそうですよ。9フレーム目まで終了して82点。ふーちゃん80点超えたよ。やった、やった、人生初、もちろんそうだよね、はい、これ90点はいきたいね、こうなってくると、はい、じゃあお願いします。お願いします。お、いいんじゃない。あと2本倒しましょう、ここまで来たら。90点いったらまあ上出来ですよね。90点いったらまあたまにボウリングするぐらいの女の子よりは上手いんじゃないですか。なるほど、はい、いや、めっちゃ嬉しそうだな。じゃあ、うーちゃん、はい、本当のこれラスト
お願いします。はい。惜しい。だから惜しいけど。惜しいけど。いいよね。はい。ということは91点。あ、惜しい。素晴らしいです。いいじゃないですか。よかったです。これで一応ね、佐藤プロも指導した甲斐があったということで、はい、仕事もね、減らずに済みそうですね。よかったです、ほんと。さあ、ということで、佐藤プロありがとうございました。ありがとうございました。いや、まあ確かにね、100はいかなかったですけど、91点ですよね、はい。まあいい結果だったんじゃないでしょうか。ふーちゃん、どうですか。いや、すごい。もう、あのボーリング次行くのが楽しみです。はい。じゃあ、佐藤プロ、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ちなみに、ちょっと佐藤プロ、最後、はい、やっぱちょっと最後、スカッとして終わりたいんで、いいですか。じゃあ、いいですか。そうですね、マイボール使ってもいいですか。全然いいですよ。はい。はい、かっこいいところ、ちょっと、最後、準備してもらっていいですか。これ言っときますけど、はい、取り直しなしですから。分かりました。これ最後マジで決めてくださいね。わかりました。じゃあプロお願いします。はい。さあどうなんだ、来るのか。うわー。うわー。決まった。危なかった。いや佐藤プロすごい、はい。ありがとうございました。ありがとうございました。いやー、ふーちゃんも感激ですよこれは。よかった。佐藤プロ、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。またじゃあ、はい、あのプーちゃんが上達したらまた店に来ますんで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。